土曜日の夕方、サタデーナイトの入り口にラジオの電波に乗って1時間限定でオープンするスナックラジオ。店主はリリー・フランキー。時に香ばしく、時に甘酸っぱく、時にほろ苦い、そんなスナックにぴったりなトークが繰り広げられる店内。本日はどんな時間が流れるのでしょうか。リリー・フランキー、スナックラジオ。この番組は東京 FM をキーステーションに全国38局ネットでお送りします。いらっしゃいませ。土曜日の夕方に皆様の脳内でオープンいたしますスナックラジオ、店主のリリー・フランキーです。そして今日のアルバイトは川村夏樹とシュートバビです。はい。暑いですね日々、うん、なんかちょっと前まで映画の撮影してて、でもうこのね、お天気というか暑さじゃない、日差しも、はい、ほんでまたその映画の撮影ってさ、今もうめちゃくちゃ真夏で30、ね、3、4度とかそんな中でも冬とか秋のシーン撮るわけよ、うん、だから衣装がもうまあまあ毛糸とか、うん、コートとかスーツとか、うん、で外じゃん、うん、だからまあ待ってる間とかもさ外で待ってるわけじゃない、うん、でそのメイクさんとかさ、メイクさん女子の人が日傘をかけてくれるわけ、はい、刺してくれて、そしてセンスで仰いでくれてるわけ、はい、でもその風景ってどう、なんかそのね、その道とかいろんな場所をお借りしてさ撮影してるわけだから、でも通りすがる人が何なんか偉そうにみたいに見えるのよ。うん、でもさ、それって汗をかいてしまったらまたメイクさんがやり直さなきゃいけないし、うん、そしてね、その汗じわとかもできちゃいけないし、まあ、そもそも日焼けしたら映画つながんないとか、うん、まあ、こっちが冬物の服を着てるから余計まあやってくれてるってのもあるんだけど、うん、ああそういうふうに思ってるんだろうなっていう。私も思ってた、うん、今まで。いや、あれはチヤホヤされてるわけじゃなくて、うん、人の、手間を取らせないためにやってん、うん、あ、なんか小学生の時に家の近くで撮影してて、うん、その時人気なドラマだったのよ。あれまたバービーさんが出てるあのトレンディー系のまあまあそれじゃない、それじゃない、これじゃないよじゃないけどやってて、その時本当同じような感じで女優さんが、有名なね、ある有名な女優さんがこうやってずっとやられてて、うわめちゃくちゃ芸能人ぶってんなって、その時はね子供だからさ、まあでもそっか、そう思っちゃうか、そうそう思って見てた。汗とかやっちゃうとまたやり直すでしょ、抑えたりでもしなきゃいけないし、うん、そしてまた、衣装もそんなだから暑いわけじゃない、うん、だから仰いでもらったりとかもするし、うんうん、ね、そういう役割だってみんな分かってほしいですよね、うんうん、分かんなかったな、うん、カッサスね、前にね、そのニューヨーク行った時にブルックリン橋の麓のピザ屋さんみたいなとこでピザ食べてた、うん、したら俺窓側の席に座ってて、窓の向こうで撮影が始まってた、うん、したらキャメロン・ディアスがなんか椅子に、なんだろう、その折りたたみの椅子に座って一人で待ってたわけ。そしてなんかそのロケ隊が移動になったら、キャメロン・ディアスが自分でそのさ椅子を持って移動してんの。へえ。でみんなバシバシ写真とか撮ってるわけ、うん、あれ結構こういうのって緩いんだなアメリカみたいな、うん、へ、日本だとあちょっと写真はとか言うじゃない、うん、だから俺も外に出て全然感情もしてない外に出てキャメロン・ディアスだよ。まあまあと、まあそれはやばいね。しかもちょうどそのメリーに首ったけから何年か後ぐらい、うわ
もうキャメロンもキャメロンじゃん。あ、超キャメロンディアス。超キャメロン。もうね、うん、だからもう外出てさ、その時ガラケーなのに、うん、もうバシバシ写真撮ってて、知らないうちにその道の一本さ、道を隔ててキャメロンディアスが座ってて、で俺は反対側のその道の反対側でもうその行ったら、なんかもうでっかいなんかセキュリティのあのガードマンみたいな人にバーって止められて、それは「いやお前何写真撮ってんじゃねえよ」って言われんのかと思ったら「お前車にひかれるぞ」って、相当車道に出てたみたいな。いやでもアメリカっぽいな。確かに海外のそうですよね、スターとかってあんま写真 NG とかないもんね。だし、うん、なんかこう気取ってない方も多いって聞きますよね、うんうん、まあでもそのさ、写真はっていうのに衣装を着てて写真を撮られると、なんかまだこういう映画がありますよっていう前から情報が出てるのも良くないみたいな。まあちょっと几帳面にやりすぎてる部分もあるんだろうけど、でもやっぱほらね、何をやるって言えるタイミングがあるじゃない。うんうん、ね、なんか「いや実はその、ね、なっちゃんが舞台をやるんですよ」とかって決まってすぐなっちゃんが勝手に言えるわけじゃないかな。そうですね、うんうんうん、そうだからまあいろんなことでね、なんかね、バビがそう思うのもさ、うん、まあもっともじゃん、うん、いやちやほやされてんねあいつみたいなって思ってましたね、ちっちゃい時は、うん、そうかそう思うか、ちっちゃい時見たら思うよ、うん、そっか、あ、まあちっちゃい頃はね、うん、私でもそれこそあのレースクイーンだったじゃないですか、うん、もう完全にその役回りだったから、要はもうドライバーさんに日が当たらないようになんか風を避けるとかもずっとやってて、もう自分雨にバーって打たれたりとかしてたんで、うん、でもドライバーなんかさ、うん、運転してる間とかもね、日や、まあでもメットかぶってるから超暑いんだろうね。そうなんです、本当体力を温存、うん、しておかないとっていう感じでみんなが助けるんですけど、うん、ドライバーさんたちは嫌がる、やっぱそういう感じで、いやちょっと偉そうだから、うん、いいよいいよそんなあのずっと自分もさしなよみたいな、うん、雨とか降ってたら言ってくれるんだけど、うん、まあ、そういうのはね、うん、まあでもね、刺さざるを得ないもんね。そう、そ、まあ、もうやめてくださいみたいな、いやもうね、本当いつ死ぬか分かんないで、かさぐら刺させてくださいみたいな。いやいやそんな、いやレーサーめっ、いや一番危ないスポーツだから、本当危ないから、うん、そう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 、うん、もうこれがチームの中でできることだからみたいな感じだったんでね、うんうん、そういいの。ところでいやだってな、だからだって、いや、いや、またまたトレンディードラマシリーズ、レースクイーンとレーサーの恋、あ、うん、多いですよね、多い、多いよね、それは多いでしょ。いやだってさ、もうさ、レーサーなんかもうさ、生きるか死ぬかの仕事じゃん。確かに、もうレース終わったの後なんかもうドーパミン出まくってるから、もうビンビンじゃん。確かに、その時になっちゃんはね、大体岡本夏樹さんと同世代だからハイレグ、ハイレグでしょ。ハイレグじゃなかった、ハイレグじゃなかったですよ。え、でも実際さ、やっぱレーサーの人に声かけられることあるよね。私本当に申し訳ないんだけど、なくて。でも周りのレースクイーンいっぱいあったでしょ。あ、ちょっと噂は聞いたことはありますけど、うん、普通にご結婚されてる方、うん、あのかなりレースクイーンの方とご結婚されてるんですよ。ドライバーさん、そうです、うん、でやっぱり聞くとピッといいんだよね、あお前に。なるほどね、なるほどね。まあドライバーさんと付き合ったことないんだ。もう全くない私の。そうですね、私がレースクイーンしてるチームは2人ともご結婚されてたんですけど、そうで、そう、そうです、お一方レースクイーンの方と、うん、なんでなっちゃんにはそういうことがなかったんだろう。だってな、だってね、人気のレースクイーンだったわけでしょ。うん、なんでだろう、逆になんでだろう。モテないもんね。だってレースクイーンのライジンガールでしょ。そう、すごくない、うん、もうツートップでやってるじゃん。そうなのかな、うん、あんまなかったんだよな。なっちゃんのこのレースクイーンの衣装は、はい、まあ、ハイレグ時代じゃなくて。そうなんですよ、全然ニップレスとか、あの貝か。そんな、何、そんな時代あの武田久美子さんの貝3枚、貝3枚ね。おやおや、違う違う違うですよ。いや俺ね、生身のレースクイーンって見たことないから。見せたい。だってあれってレース場か車の展示場みたいなところに行かなきゃあれじゃない。そうですね、うん、基本的にはもうだから結構衣装も変わってて、それこそそのハイレグとかだった、うん、昔はそういうセクシースポーティーみたいな感じが多くて、うん、今はどっちかというとアイドルっぽくなってる衣装が、うん、お腹は出してるけど可愛い感じになってる。可愛さいらないよもう。
もっとなんか放課後電磁波クラブみたいな感じでいいの？ちょっとわかんない。え、わかんない。なんとなくわかる。赤と青ね。ちょっと今田さんと東野さんで分かれてる。そうですか、うん。なっちゃんレースクイーンだったんだよ。うん、すごい。レースクイーンモテそうだけどね。うん、あんまりモテなかったな。モデルもさほどモテないでしょう。え、モデル。モテるよ。あ、そう。しかも今いい感じのハモだったね。いや、やっぱ女優さん、うん、モデルさん、うん、アイドル、うん、グラドルじゃない、うん、そうだね、うん、そうだと思う。このモテるランキング、うん、週はあのモデルモテしてることはあったんですか？ないですね。なんか痩せすぎてて無理とか。でも大体みんなモデルが痩せてるじゃん。なんかちょっと、ね、もうちょっと肉付きがある方が好きとか。やだね。うーん、あとなんかアクセサリー感覚にされがちじゃないですか。あ、俺モデル、私も言ってみたい。あ、私アクセサリー感覚にされがちじゃないですかって私も言ってみたい。ねえ、何今のすごい素朴ないもの。いや、お前なんか確かにさらっと、私は高級ジュエリーですよ。高級じゃないですよ。その辺のなんかアクセサリーにされがち。あ、俺かのモデル今日連れて歩いてんだぜみたいな。なんか、うん、そういう感じ。いやいや、言われたな、言われたな。バビオさんも高級アクセサリーしてるじゃないですか。そのなんか金の平打ちの、あの ガルベスネックレス。これまた。いや、言われてみたいよね。言われてみたいとか言ってみたい。言ってみたいね。うん、私そのもっと中身見てほしいっていうかみたいな。そのアクセサリー感覚で私と付き合わないでほしい。言いたい言いたい。言ってみたい。言いたいね、ちょっとそれは。うん。うん、私のきびだんご目当てでついてこないでください。桃太郎、桃太郎。確かに、うん、もう、あ、そうなんだ。やっぱその男の人が例えばあの周平デートに誘って、なんかそれ感じるわけ。なんか私年上が基本好きなんですけど、うん、ってなるとなんか去年まで大学生だったから、うん、大学生のこんな子連れてんのお前みたいな言われるの喜んでる人とかいません？なんか、あ、若いわ。なんかでも周平の言うさ年上ってだってせいぜいさ30とかでしょ。うん、35とか。おー、35で大学生のモデル連れてて、あのその35の男がさ行きつけの店で、あ、これ周モデル、うぜうぜ、大学生っていう。あ、大学生、まだ学生。はいはいはい、うん、え、お前大学生のこんな可愛い子連れてんのみたいな。え、モデルでしょ、え、どこで詰まってんのみたいなことをね、そいつらの友達が言うわけじゃん、うん、そういう時にどういうリアクションするんですか？え、だからもうチヤホヤされてるのは私じゃなくて、うん、その若い女を連れてる男がチヤホヤされるじゃないですか、うん、その場で、うん、そういう時に、あ、アクセサリーだな自分って思う。最終的にまたちょっとすごいこと言う。ねえ、バビオさんもね、でだってまあ例えば、まあでもあれじゃないですか、そのバビオさんを連れてどっかのお店に行く人も、うん、あ、これバビ、あのバビって言うんだよ、あの絵描いてて、うん、でも最近絵描いてなくてマスばっかり描いてるらしい。いや、ちょっと絶対ダメ、絶対ダメ。バービーも一回その週のポジションやりたいわけじゃん。いや、もう行ってみたいですよ、うん、私なんかちょっとアクセサリーされてないみたいな。でもそれなっちゃんも思う時は？思ったこと一回もない、そんなこと。なっちゃんはそのさアクセサリーっぽくされて、うん、なんか私アクセサリーかみたいな。ないなぁ、そんな風に思ったことないよね。え、なんかちゃんとした付き合いなんじゃないですか。私の場合はなんかもう本当その辺のバッグ持つ感覚で連れてかれてる感じ。いや、行ってみよう。言われてないいや、ま、もう私はバーキンですよみたいな、あの重みがない週には。じゃあどういうタイミングで付き合うわけ？人と付き合う人とは好きになったら、でもなんかちゃんと好きになるのって時間かかるじゃん、うん、
でも大体がそうやってさ手繋いだりとかチューしてからさ始まる恋は多いんじゃないですか。だから好きな人だったら OK ですよ。あもうすぐ。あすぐじゃないけどね、今日は恋愛や評論家のバビオさんです、ね、どうですかね。この、まあ、だからその若い時は自分をなんか安く見られたくないっていう女性のあるじゃないですか、うん、まあでもいくつになっても安く見られたくないっていう感じはあるんじゃないですか、うん、でも実際はね本当は何してるかはわからないんで、このお二人も急にね、あれね、バビオさんおっしゃる通りだね、はい、今のあ の薄い田原総一郎さんのそうなんですよ、はい、いやでもね、なっちゃんもね、うん、その周平もね、この辺の話聞くとね、目を泳いでる時は、うん、だいたいね、うん、浮かんできてるシーンはある。あ、目を泳いでる時はね、うん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 、今周平何を浮かんできたの。いや特にすいません。思い出して嬉しくなってもう。なんか お前痴女じゃん。ただの思い出して顔真っ赤になっちゃった。え？楽しそうで、変態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 痴女。やだそれ。まあね、まあ、どう自分を取り繕ったところでこんなラジオに出たらもうおだぶつですから。まあね、うん、何か書けようと思ってたんだけどな。レースね、そのレーシングチームのメインスポンサーが、うん、車のいわゆるボンネット部分っていうか普通車でいうボンネット部分にでかく名前入るじゃん、はい、うん、昔だったらさああいうキャメルとかジョンプレアスペシャルとかマルボロとかさ、なんか あって、うん、ね。でもなんか F3 だとか FJ だったのなんかで神奈川クリニックがメインスポンサーのところがあって、うん、神奈川クリニックはねほら大人は分かってくれないのパロディ CM でおなじみの、うんうん、ねえでここの車走ってんだと思うと俺相当応援してたけどね。確かに、うん、そうそう、だからあれでレースクイーンもその名前が入ったピタピタの昔ワンピース着てたのよ、うん、そうですね、クライアントの名前がバーって入って、うん、今もそうです。あ、そうそうです、そうです、そこのイメージモデルの役割は、あ、だからなっちゃんが着てた時も胸にここにやっぱメインスポンサーのボンタン飴とか書いてある。小六餅、それかわいいね。おしゃれ、いいっすね。あ、そうそうです。だからやっぱあれじゃない、そのサッカーでも何でもそうだけどメインスポンサーが胸に入ってくるから、うん、そのスポンサーの名前であそこのチーム行きたいのはあるじゃん。あ、それはあると思います、やっぱり、うんうん、だチームで強い、そのレースが強いチームと、うん、レースクイーンがみんなが憧れるチームって別なんですよ。だそういうのはやっぱありましたよね、ここのコスチュームかっこいいからなりたいっていうのはやっぱある。バビさん似合いそうだね、レースクイーンの格好。え、絶対似合うよね。え、なっちゃん悪意あるよ今のは。嘘、似合いそうじゃない。なんで似合うじゃん、だってもうピッタピタだぜ、まあ、あれ。え、いいじゃん、似合う、似合いそう、スタイルめっちゃいい。しかもなんかモリモリにしなきゃいけないんだよあれ。でも、あ、モリモリにすればいいじゃん。うん、嘘でもいいんでしょ、うん、モリモリにすれば。でも結構みんな背高ないです、レースクイーン。確かに背がね、あ、でもね、今それもそんなに、だからどっちかっていうと本当ちょっとアイドルに近くなってる。うーん、じゃあ一番遠いじゃんこいつ。え、じゃあ近いんじゃないですか。ん、え、何アイドル、ね、何でも噛み合わない。会話が全然噛み合わない。でもファンの人の対応がうまそう。え、ファンの人、どういうファンの人いるの。いや、もうすごい尽くしてくれるの。え、本当に私だってずっと基本的にレースクイーンって会えるんですよ、ファンの人が、うんうん、ファンで、で写真も撮るしね。そうです、そうです。でもう差し入れバーって渡してきてくれて、うん、階段上がる時は下からこうスカートなんか見えないようにタオルでこうやって隠して一緒に上がってくれて、え、下から逆にカメラで狙うんじゃなくて。それはもうやばいんだけど。なんでそのカメラさんの顔神経質。不思議、不思議くんの顔してる。
え、タオルで隠す。隠してくれるんです。え、だって下別に見えていいスコートとか履いてるんでしょ。履いてるけど、うん、もうあのその支えたいっていうすごいの気持ちがいいですよ、メスクイーンの方。それで何をくれんの。あ、え、いろいろ、まあ、お菓子とかもあるし、スタバのカードとか、なんかすごいいろいろくれます。あ、じゃあなっちゃんが毎回私にくれてたスタバのカードってあれファンにもらったし。あげてないよカードは。それは自分で買ったよ、さすがにね。なっちゃんすぐ金券ショップ持ってる。じゃあ大丈夫よ、はい。そうなの。お姫様扱いされるのもなんか だってさっきのさ、仰がれたりするのと一緒で、うん、あんまりお姫様扱いすると、いや、そこもうそこまでやんないでなるじゃん、うん、そうですね、うん、え、だってモデルさんとかもこれずっと可愛い可愛いみたいな撮られてる間、うん、これ掛け声みたいな。そんなちゃんとモデルやってない。どうしたらいいですか、こういう時は。遠い声だ、遠い声だったな。、うん、あのカメラマンで、うん、あれどうなの、可愛いっていうのは女性に対して一番いいっていうのがこの何週かあるじゃない、はい、一番それがもうさ一番伝わるっていう、うん、可愛いよ、可愛いね、可愛い、シャーシャーって言って、あのカメラマンであの可愛い可愛い連発するとどうですか。な、私は嬉しいですけどね、結構。あ、嬉しい、嬉しいです、結構。グラビアの撮影のカメラマンさんとか結構多かったかもしれないですね。俺とかなっちゃんの写真知っとったけど、うん、一言もそんなことない。何も喋らない。俺なんかもうほんと眉間にシワ寄せながら、もう舌打ちばっかりで、もう不安で仕方ない。だから大丈夫ですかみたいな感じになって、ちょっとな。またやっぱ横浜の自宅前の証券が出ますよね。なんかそうそうそう、ちょっとなんだかそれやな。ちょっとわかんない。ちょっとわかんないですよね。俺ももうデフォルムが効きすぎて証券でもなくなってきた。あ、そうなんだ、言われた方がいいんだ。そうですね、うん、嬉しいかな。可愛い時だけ言ってほしくないですか。そしたら、あ、この角度可愛いんだとか、うん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 、学ぶ。でもさ、シャッターを押してるってその瞬間は可愛いと思った瞬間で押してるから、うん、押してるっていうことは、あ、今可愛い子してるってことなの、うん、だから俺全くなっちゃうのとシャッター押してないの。そう本当にそうなの。え、本当に。だから押してくれるまでいろんなことやってた。へえー、面白い。でなっちゃんいろいろポーズとか作れる。あ、なっちゃんそんなあのもう動いたりしなくていいからって。そう、で本当不意な瞬間でやっと押してくれるっていう。なっちゃんね、あのほっとくとすぐなんだろう、あの昭和のあのダイエーの下着モデルみたいなポーズ。そう、あのピンクの肌着着てるモデルさんみたいなポーズするから。そうそうそう、それいらないよって。そうなんです。もうなんか最後の方はそれに気づいたから、もう何にも作らずに、でやっとちょっとシャッター押してくれるようになったんですけど。でもそうなのか、やっぱ言われる方がいいのか。でも、まあ、その撮られる人のタイプによるよね、うん、だってバービーだってさ写真撮るけど、うん、女の子撮りながら可愛いとか思わず可愛いって言ってしまう瞬間あるじゃん。言っちゃう、うん、でも可愛いな、よしよし可愛い、オッケー。そのテンションはないかも、確かに。うん、なんかテンポ感作られる方いますよね、うん、そう、その掛け声でテンポ作ったりすると結局その掛け声によってポーズ変えたりとかして、なんか分かりきった写真になっちゃうじゃん。うん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 、私なんかすぐね、見てって言っちゃう。あのほら、おばさんのここ見て。コート開けながら。ほら。もう違うじゃん。こんなになっちゃった。違うじゃん。こんなになっちゃったよ。違う。ちょっと切れ気味でしょ。こんなになっちゃったよの時は。違います。カメラ撮って。ね、写真撮ってて、すぐそれを見せちゃう。それでバービーが可愛いなと思ったかな。そう、ほらじゃあおばさんのこと。もうやだ。でしょ。違う。何を見せたいの。あのここにで、あのここに出るじゃん。あ、プレビューはね。そう、それをすぐ、うん、なんで笑ってるの。それをすぐ見せちゃう、いちいち。だからせっかくモデルさんこうやってやってくれてるのに、ちょっと待って。みたいな、これめっちゃ可愛いとかやっちゃうの。これあんま良くないんだよね。ほとんど見せないけど、でもポラを切って、今ポラ切らないから、今ポラを切ってるような感覚で、例えばなっちゃんにも、まあ、ある程度撮ったらこういう感じだから、うん、こういう感じだから、そのつもりでやっててください。だから可愛いチェックじゃなくて、その雰囲気をどういう風にするからっていうことなんだと思うけどね、うんうん、あ、なるほど。そう、私上がっちゃって見せたくなっちゃう。いや、かわいい、ちょっと見て、もうお願い見て。おばさんのここ見なさい。違う。それ
じゃない。変態カメラマンじゃない。違いますよ。そこじゃない、それじゃない。チーフがもう。もう。あ、今のいいね。ちょっとなんかモンゴルの。あの動物呼ぶなんかホーミーだけもうもうあでもあのじゃあ今最後写真の話だから、うん、デュランデュランのあのガールズオンフィルムがオープニングカメラのシャッター音から始まるからクシャ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 いいですね、うん、古いねどうにシャッターの音が古いね、うん、巻き上げてるね、うん、ごめんなさいね、なんかちょっと今炭酸飲んでゲップ我慢しながら今改めまして溺れてた鼻も鼻も鳴るし顔面楽器よこれもねこれはい、リリー・フランキーです。そして今日のアルマイトはなっちゃんとバビオと、周平とはい、うん、はい、パルさん、うん、僕は定期的にツイッターで学校給食を見るのにハマってます。大人になると給食って食べれないのでついつい調べちゃいます。そこでお聞きしたいのですが、皆さんの好きな給食メニュー何でしたかって。これは本当にジェネレーションと住んでるとこって全然違うんじゃない。うん、おーバービーは多分給食食ったことないんじゃない。ねお前ずっと私立だし。でも小1、2まで食べたな。それ小学校とか私立でしょ。ちょっと複雑なんで私給食がだからその小学校の時に両親がこう別々に住んじゃったから、うんうん、その離婚をするぐらいだもんね。そうそうそう。で初めお母さんの方に私はついてったんですよ、うん、あそうだったんだ。そうで、うん、お母さんは広島の実家に帰っちゃったから、うん、広島小学校に入学 を入れちゃったのよ。あ、1回お前広島行ってんだ。行ったの。行ったんだけど、そこ私が東京に帰っちゃって、でも入学は広島。それよりもお母さんのとこ行くまでは分かります、はい、よくあるじゃない、はい、その離婚した時に、うん、やっぱあの母親のところに子供ついていくはまあ大半そう、うん、その場合じゃない、うん、それでお母さんのとこからお父さんのところに行くきっかけって何だった、うんうん、なんか普通にこうまあ名前も名前じゃん、うん、行きづらかったんですよ、うんその学校に行った時に。ああ広島の公立に行ったやつ。そう、その行った時にそれ2年生とか1年生。そう1年か2年の時行って、うん、ここじゃ生きていけないかもしれないみたいな、うん、だって今まで雪男がいるわけじゃん、うん、そうそう、ああいうのが幼馴染がいて、ね、そういっぱいああいうちょっと癖強いのがいっぱいいたから、うん、あと今まではすぐそこのゲームセンターがセンター街なわけじゃん。うん、でも言ったってまださ6歳7歳じゃん。いやそうでもなんかやっぱなんかこうあれここにいたくないみたいな。えじゃあお前の意思でお父さんの方に行くって言ったの、う
東京帰りたいって言った。そう、お母さんは好きなんですと、うん、お母さんの方が好きなんだけど、うん、私東京にいたいっていう話をお母さんにして。じゃあもう1年ぐらいしかいなくて。そうね、いなくて。でもお母さんにはその帰ってくるからって言ってたの。うん。なんだろう、その蒸発するお父さんみたいな。そう、なんかこうお母さん悲しませたくないから帰るからって言って東京に一瞬帰ったふりをしてずっと東京に座ったの私が。ああ、お前すごい自我してるな、6、7歳で。そうだから私小学校ずっと塾しか行ってないの。お前小学校も出てねえのか。いやだ、でも義務教育だから。まあ勝手に広島小学校卒業させてくれるじゃん。行ってなくても。行ってないよ。え、塾にどこ。いやお前やっぱ大したもんだね。教習所も卒業できなかったし。なんで。高校も卒業できなかった、はい、中学も卒業できなかった、はい、小学校からなんだ。はい、お前超エリートじゃん。そうで、小学校はなんか広島小学校入学したまんま。じゃあお前の卒業証書って広島の小学校な、はい、広島小学校になってるんです。バービーさんやりますね。はい、そうだから給食がよくわからない。よくわかんない。ずっと塾行ってたの。なんか勉強っていうものは。渋谷の日能研に行ってて。なっちゃんはとか、さあ周平とかは普通に給食食べてたですか。給食食べてたですよ。好きな給食のメニュー、なっちゃん世代だと何でした。きなこの揚げパン。あー確かに、きなこの揚げパン、それ私も覚えてる。嘘つけよお前、うん、お前ね、もう給食の話いいよ、もうさっきの。甘いパンでしょ、あの甘いパンね、あのなんか上にいっぱいさっと。今ね、あのバビオさん、あのパンが美味しい話してんじゃない。いや給食で出てきただから。知ってる知ってる。あとあれね、あとカレー、延々さっきのお前の薄暮れさ、あの子供の頃の話聞いた。あとカレーも盛り上がるよね。カレーも盛り上がる。カレー盛り上がるね。いやいやもういいっすいいっす。みんなルーお前がその給食知ってるみたいな話、俺が聞いて泣きそうだから。なんでカレー並ぶじゃん。カレー並ぶね。ジャンボ餃子とか。あ、ジャンボ餃子美味しかった。人気だった。ジャンボ餃子だったよ。知らないです。あ、嘘。だってのマジ。ジャンボ餃子も知らなくて。え、リリーさんジャンボ餃子知ってんの？え？これなんだよそのジャンボ餃子って。あれか、あの銀座のあの天竜。ちなみに私1年間だけじゃなく何回か広島にお母さんに会いに帰ってることがあるのよ。その時はその学校行くからね。いやお前さすごいね。そうだよ。いやお前やってること旅一座の娘じゃん。なんかいきなり4年生で来るみたいな、そのあいたいたこんな子みたいな、みんなが。そしてもう全然誰も友達ないのに、そう 2,3 週間滞在してまた帰って。いやいやもう夢芝居。すごい。うん、えでもねやっぱね、子供だから 2,3 週間いれば友達になるんだよね、あれ不思議だよね。だいきなりみんな大きくなるからさ、面白い。いきなりいきなりみたいな。いきなり。でもみんな大きくなるから面白かったよ。うん、面白かったよ。そうそう、みんなも私のこと。お前がもう新規クセガキ時代の話するから、はい、もうみんな給食の味しなくなってるんだ。いやこれだ、何にも暗い話じゃなくてすごい楽しかったのよ。えほらもう、もうなんでシューとかなっちゃんが下向いてるじゃない。いやだから私よくみんながさ、こう親が離婚したことを暗い話にする人いるじゃん。いや確かにね、俺ももう3つから俺のさ両親一緒に住んでないけど、うんうんうん、だからなんかそれを不便に思う親戚とか周りの友達のお母さんとかいるんだけど、俺全然自分のことをかわいそうと思ったことないの。わかる、私もそうだけど思ってないもん。うん、うんうん、超楽しかったんだよね普通に、うん、だから俺逆に友達ん家に行って夕ご飯食べてきなさいとか言うと、お父さんお母さん お姉ちゃんいて、その俺の友達の前のがいて、ヤンボーマーボー天気予報ぐらいの時間からみんな飯食ってるのみたいな、うわテレビで見たやつって言って、なんか俺溶け込めなくてそこに。あ、わかるかも。なんかもう飯は一人かばあちゃんか一人かおかんと食うもんだと思ってた。わかる、なんかわかる、それ家族団らんが重いの。わかる、うん、なんかそこの家族が出してくるグルーヴあるじゃん。わかる。しかもなんか中川くんは本当にね、なんか片親でなんか寂しいだろうからご飯食べ行きなさいみたいな、うん、その感じがえみたいな、めちゃくちゃわかる。うん、シューンとこなんかさめちゃくちゃさアットホーム家族じゃん、お父さんお母さんお兄ちゃん4人家族、はい、ほんで大体あの、ね、みんなであのご飯食べててみたいな、うん、
だからその俺らみたいな片親の感覚わからないでしょ。あでもパパはそんな夜ご飯はいなかったですね。そんな話してんじゃないのよ、うん、そうね。まあにせも給食の話から、うん、こんなね。いや本当に、いやでもすごい楽しかった。バビが本当道に落ちてるおかゆを手ですくって食ってた。食べてません。あのねウルトラマンのムルチの回みたいな。食べてません。かわいそうな子供。俺本当にあのねムルチの回がトラウマになってるんですけど。あそうだから給食のこと思い出すだけでも、もう人の人生がね出てきますよ。頑張って思い出した給食、うん、いやでもこういうね、こいつがやっぱなんかその自立心が強いのは子供の頃からやっぱそうやっていろんな経験をしていろんなことを自分で決めれてたっていうのもあるんだろうね。あそうかも、うんうん、いやアウェーに強いかもね。あの好きな男できたからもうアメリカ住むよとかあのパリ住むよとかってさ、うん、すぐじゃん。うん、うん、でも逆にもう今求められてる教育っていうのはさ、そうやってみんなが同じように同じことを学ぶんじゃなくてその子のだけの得意なことをもっと圧倒的に伸ばした方が全然いいよね。確かに。だからこれから公立でも本当に何だろう、こうみんな頭を揃えて同じことやりましょうっていうよりもやっぱ苦手なことよりも得意なことを伸ばす方がいいわけだから。うん、確かにね。あの周平とか体育できなそうでしょ。できないでしょ。本当にできないです。頑張ってるのにできないんですよ。バービーはあのマットの授業だけ出てたらしいのよ。そう、うん、マットが好きで、得意技はマットってあの書いてあったもん。ちょっとね本当にだ東京ナンバーマット姉さん。いやでも本当なんかそう体育全部サボってたの。でもなんかマット授業だけ大好きで、なんかでんぐり返しとか、うん、なんかでんぐり返し、でんぐり返し、森光子先生以来のでんぐり返し。そうだから飛び箱とか、なんかマットが最後にあるやつが好きだった。でもさあの体育のマットって、うん、もう本当にさしんしんとカビの匂いがするよね。してた、ね、してた。危ないよね。あれも良くないですよね。うんうんうん、でもさやっぱ同じさあの運動音痴でもバビなんかちっちゃいから運動音痴でもあれだけど。生地周辺みたいに170センチとかあると大きい子の運動音痴の方が目立つよね、うん、あーバーって用意ドンで走っても大きい子が遅いと目立つじゃん、うんうん、確かに。そうなんだから、あのそれもふざけてると思われてました。ああとかなんかスキップしてるとか可愛こぶってるとか、うん、一生懸命本当時空歪むぐらい一生懸命走ってるのに何してんのみたいな感じ。でもやっぱ周辺の人は最終的にいや私がなんか可愛くぶってないのに可愛く見えちゃうって話なんかある。ねえひどいひどいひどいの最後の半音上げもなんかねひどい一足から二足みたいなひどいみたいな。おなんかプンスカ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 ショープンスカプンスカプンスカもう俺昔プンスカって曲作ったことあるな。そのアイドルソングプンスカプンスカプンスカってあのルンルンシドルミさんですね。こんなに俺も20代の頃はこんなに照れもせずこんな可愛い曲が作れたもんだよ。可愛い。プンスカ。プンスカって曲です。ほらもう一回週プンスカやってみて。なんすか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 。可愛い。どうしたの？興奮しちゃって、興奮しちゃって。横見たらリリーさんもプンスカしてたんですよ。自然自然にね、自然プンスカ、自然プンスカね。いいもんだもん。何言ったの？頭おかしいよ。でもやっぱリリーさん性格変わってないですね、うん、そうやって女の子をプンスカさせるの好きなんですね。メルヘン、メルヘンで女の子がいいもんってやってるところを見て喜んでるんですね。まだ喜んでんですかね。いやでもなんかねなっちゃんとかあの周平が時々怒ってるなって分かる時俺とバビあるじゃん。あ、あります、あります。その時に勝った
なんだろう、その仕事なのに思わず感情が出ちゃってしまってるっていうさ、それを出させたかったんだ、うん、特になっちゃんの時の喜びを半端ないんだよね。なっちゃん怒ったでしょ今、ね、怒ったでしょ今。確かに喜んでるないつも。そうそう、なっちゃん怒った時に、うん、あの出る言葉がもう決まってるから、うん、おい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 って言うのと、こら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 、古いな。もうそれが出るとあのちょっとパチスロ的にフラグが立つっていうか、なっちゃん怒るぞそろそろって、大変だね。そうそう、でもやっぱね、そうやって感情がこぼれるっていうのはいいことですよ。俺とかバみたいに本当に怒ってんのか本当に笑ってんのかもうさ、当の昔に忘れちまった人間が自分自身がね、自分自身がもう自分が誰なのかすら分かりませんみたいな。そういう意味ではなっちゃんとかさ、周平とかさ、俺よりも全然さ、うん、感情豊かじゃない。感情豊かです。分かりやすい方がいいよ。そうなんですかね。なっちゃんは怒っても喜んでても本当に分かりやすいから、うわ、でもそれものすごくお芝居にとってもいいことなんじゃないですか。うん、確かに自分のまま入れればいいって。うん、なんかじゃあいいってこと。うん、うん、私とバビさんみたいなね、言い方をしてると、あ、まあもういいも悪いも何が正しいのかさえも自分が何者かさえも、 もう分からない , 笑うなんてことはもうそれはこういう昔の話怒りさえもなくなりました。目がやばかったもん、目光ない、義理と人情はかりかける。今日のリリーさんやばくない？今日も疲れすぎてて、いやもう今日ともいい、すごい、うん、何ですか、疲れすぎてるとすごい、いや逆にですね、いいですか、うん、そしてね俺ねとんでもねえぐらいしょんべんかましてるんで、それをもう我慢するベクトルには入ったよ。ああなるほど。さっきからずっとだから紙コップカチカチいじってない。確かに確かに、なんか動きがもうもうなんなら紙コップにも消化ぐらいの感じはい、ヨーグルトさん、付き合って2年の彼氏がいましたが先日別れ話をしました。私は結婚して家庭を持ちたいと思っていましたが彼は踏み切れず、ズレができてしまったことが理由です。スナックラジオは彼から勧めてもらいラジオを聞き始めるきっかけとなりました。毎週2人で聞き大変盛り上がりました。スナックラジオは私たちの楽しかった思い出の多くを占めています。本当にありがとうございました。これからは一人で聞くため寂しさはありますが楽しいトークを楽しみにしています。そして元彼へありがとう、最高に大好きでした、幸せになってくださいねって。もう今俺も座りしょんべんですよこれじゃんじゃん出てる今、うーん切ない、うーん、まあでもなんかそうやってね、こうやってこのカップルのひとときの時間に俺らがいると思うと本当にもう消えてなくなりたい本当にすみません、いや本当に本当にすみません、すみません、いや本当に、なんでこういうさいいメールを最初の方に読まないんだろうね確かにうん、まあでもちょっとね、そのなっちゃんもこれから舞台の稽古とかも始まるみたいだし、はい、バビーもまあいろいろまあ、うん、忙しくしてるようですから、はい、はい、まあみんな体に気をつけて、本当になんかあんまうろうろしてるとね、そのどうしたのなんか周辺急に情緒不安定になってうん、あとバービーがさっきずっと目ん玉触ってるけどなんかそれ何の何のマジなの、何かが入った、何かが入ってる、ん、何かが入った目に、ちょっと目開けてごらん、何だろうそれ、日本日本兵日本兵、日本兵だね、助けて、助けて、血だらけだけど助けて、目の中、日本兵入ってる、助けて、ん、何そんなやばい、ああ良くなってきたちょっともう一回見せてごらん、ああスケキヨだね、ちょっと待って俺だよ青のマシスマだよ、ね、リリーさんトイレ行きたいんでしょもう、ね、もういいよ、やっぱね俺うなんだと自分の限界あのねこのションベンがましながら あのスケキヨ青のマシスマ結構ねあの尿道に来んのよ青のマシスマだよ、響きそう、響きそう、響きそうですね、
なんかモノマネしないよ、俺ばっかモノマネしてすぎたよ。なんで？なんかできないのモノマネ。モノマネ何でも言ってください、やります。え？そうなの？いやだ、え、とりあえずどういった格好？何だかわかんない。わかんない。なっちゃんなんかモノマネできるんだっけ？いやミッキーマウスですよ、私は。あ、やってたな。ド定番のね。やってたね。やってましたね。周辺なんかモノマネないの？クレヨンしんちゃん。ああ、いいね。うわー、よく。あれだろ、あれだろ。まあちょっとやってみて。おい、おらしんのすけだぞ。あ、じゃあ私の方がうまいわ。やってみて。うん、おらしんのすけだぞ。ああ、確かに。負けた、うん、ちょっとそれは私の方がうまいわ。ほんとじゃん、すごいね、うまい。しんちゃんだった。あと前田敦子ちゃんもできる。お前終わりがけになって新しい札出してくるね。私のことは嫌いになっても遠景民のことは嫌いになんなくない。いや、でも似てるよ。似てる、うん、似てる。この不安定な、うんうん、不安定な。俺でもね、AKB で言えばみーちゃん少しできる。え、逆にどうやって？ああ、こんばんは、峯岸みなみです。聞いてください、そんな女の独り言。誰だよ、増井山かな。俺の中のみーちゃんがちょっとおかしくなって最近会ってないから。なんだよこの、エンディングになってションベン我慢しながらのモノマネ大会。前にずらしてよ、これ別にエンディングやる必要ないし。よし、来週まではなっちゃんはミッキーマウス以外、周平はクレヨンしんちゃん以外モノマネ練習しとくように。わかりました、はい、あ、じゃあ私誰か指定してください、やってきます。それあ、すごいね。いや、もうそのさ、お任せでってすごくない？お任せでいい。いや、難しいやつにしましょうよ。やつにちょっとください、次までに習得しとく。だってどういたかこできないっつうの。あ、じゃあどういたかこさんで、わかりました。調べてやってきます。あ、そうですか、はい。じゃあ俺もじゃあ田中角栄で。定番中の定番だけどね。はい、うん、はい、じゃあまた来週ですかね。はい、今日のアルバイトは川村夏希とシュートバビでした。はい、リーフランキーでした。